名古屋グランパスで J リーグ優勝を目指す、天皇杯準決勝浦和レッズ戦やっていきたいと思います。日程進行、浦和戦か、去年の夏ありましたね、ちょうど名古屋が絶好調の時、その時の思い出しかないですね。こんぐらいでいいかな、メンバーは。よし、名古屋今はちょうど本当に絶好調ですよね。この前昨日おとといの広島戦に 1-0 で勝って、でこれでホームゲームが3試合連続、今のところ全試合無失点なんですよね。去年名古屋からは考えられないぐらいの出来で、順位も広島を抜いて2位になりましたね。いや、広島戦本当に激アツでした。現地行かれましたか皆さん。自分はダゾン観戦だったんですけど、いやー、本当に手に汗握る攻防で、このゲームの解説は危ね、よし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 、北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。相手もこっちもそのポストに当たったやつが 2,3 個あったよね。もう相手のシュートがポストに当たった時なんてもうやばいと思ったけど、こっちもそういうのあったしね、ジョーのポストに当たったやつとか。いや、でもジョーのあのキーパーと1対1のやつは決めてほしかった。さあ、いいゴールデンウィークにしたいですね、グランパスともども。で、ちょうどあの豊洲の入場人数が4万人ってことで、今シーズン J1、2、3全部合わせても下2桁が 0-0 っていうのはなかったらしいんですけど、それが一気に4万人ジャストっていう、なんかまあ平成最後の新記録ってネットニュースに出てましたね。やばい、よし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 、飛び出しがちょっと早かったようです。広島に勝って、そう、今名古屋は好調でいいんですけど、トスがやばいっすよね、マジで。さあ、立ち上がりは開幕9試合で得点が1っていう、そりゃ勝てんわ。なんかみんなかわいそうになってきた。でもその得点が1点のトスに唯一負けたのがジュビロっていう、まあジュビロもやばそうなのはプンプンしますけど、川又がせっかく怪我から治ってきて後半から入ったんかな、あれ。うわ、残ったマジか。あ、30分でまた結構デカめな怪我して出たのがマジでかわいそうだった。ちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。いや、ジュビロ運もないなって思った。いいです、あ、やばい、ナイス。いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。この難しいボールによく触りました。で、浦和も最近好調なんでね、今年開幕してすぐは、あー、じかー、川崎、浦和、鹿島あたりがみんな下の方に沈んでたから、あ、これはラッキーと思ってたけど、なんだかんだ調子上げてきますね。いいシュートでしたね、焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ、名古屋は次の湘南戦でちゃんと勝ち点3を取れればいいんですけど、なんだかんだ湘南のあそこの長沢、BMW スタジアムだっけ、あそこではあんまり勝ってるイメージがないな。結構見に行ってますけど吉田、最近あそこで全然勝ってるイメージないですね。裏を狙っていきます。いけ、スルーパスを出す。ここはすぐ奪い返します。名古屋、ケイ、シュート、止めた、
サーリアは積極的に打ってほしいよね。シュート、もう一度来た、さらに来る。なんかアーリア直接打ってもいいんじゃないっていうのが結構あるから、こういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってますよね。なんか前田はそう言ってなんか自分が自分がって感じで結構打ってくれるから好きよ。もう一つ前に行きたい。さあどうする、オッケー、打っていったな。前田広島相手にちゃんとゴールっていう結果出したんですけど、またシャビエルが戻ってきたらやべえ。シャビエルですもんね出るの。丸山、名古屋としては前半このまま行くのか、結構去年の夏にあったあジョーとマイナーツートップが個人的にはすげえ好きでハマってたなって思うんで、そういうのもやってみてもいいと思うんですけど、ちょっとアーリアを控えスタートにして、アーリアめっちゃいいパス出すんですけど、あーアーリアをベンチスタートにして前2人を前田城でサイドに泉シャビエル、あの辺りが自分の理想ですね。ここいいんじゃない、行け長谷川、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。名古屋徹底的に広島戦といえば、あの後半終わりぐらいに小林勇気が出てきて、あれフォワードの場所入ってましたもんね。勇気があのポジション入るのはすごいなんか胸熱でした。あーぶい、オッケー。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。そのうち長谷川小林なんていうフォワード2人が出てきたら、まあマジで誰も予想しない組み合わせだから、おもろいっちゃおもろいけど。よし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 じゃないよ、負けてんのか。名古屋先制点を与えたまま前半なんだかんだ、もう天皇杯もこれ準決まで来てるから、あ、このゲーム内の話ね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、ここいっちゃえ、来た、いやー西川杖、必死のクリアですよね。あ、やばい、それはやばいぜ、お兄さん。裏へのスルーパス、このパスが抜ける、 OK。 吉田ロングボールを縦に送る。今これ思い返すと、これさあ一気にカウンター、このゲーム内でリーググランパスでリーグ戦始めた時はまだシミッチ加入してなくて、でもそのうち加入したら新しいゲームデータ作ろうなんてこと言ってたんですけど、吉田、まあなかなか面倒くさくてやってなくて、そのまま行くのか。中はマイスイル、なんか当時はまだそんなにシミッチがこんなに名古屋の中で格な選手になると思わなかったんですよね。なんか言ったら失礼だけど、まあ、昔のワシントンみたいなあのぐらいの立ち位置の選手なんのかななんて思ってたから、こんなにもういないとやばいよぐらいの選手にな、そこまでなんかめっちゃいい選手だと思ってなかったから、なんかいい意味で驚き、まあ、めっちゃ失礼なんだけどね、来る選手はみんな期待してるけど、いい意味で期待を裏切られたから、さ長谷川前行け、撫でるようなボールタッチ、きた、シュート、岩立て。名古屋としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。フリードル、あーずれた、打っちゃう、シュート、いやー、すえ、
相手の速いカウンター、これを何とか、こんだけフルメンバー出してるから勝ちたいな。せっかくもう天皇杯準決だと思って結構いいメンバーで臨んできたから、さらに求められるでしょうね。ロングフィードで狙う小林。なんかシャビエルもう疲れてね。じゃあシャビエルに変えて前田でいいかな。あーバカバカバカ、さあ左サイドへ、大きく立て、OK、さあこのカウンターのチャンス最大限に生かせるか。これは繋がりません。いやそこは違う。森脇、北澤さん、ここまでご覧、もうマテウスはこれ完全に干されたっていう認識でいいんかな。だよね、まあ言うてそこまでめっちゃいいとかじゃなかったし、出てきた時間とか相手とかが悪かったのもあるかもしれないけど、もっと前のスペースとか使ってほしかったね。あんなボールをもらいに、まあ、顔出すのはいいんだけど、中人数揃っている、どうだ、キーパー直接処理しました。さあ前田、変わって入った前田に期待です。あっといった花から、オッケー、ナイス。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。来た、あー打ち、いやでも前田いいじゃん、めっちゃゴール前までボール持っていける。前田が右足で蹴ってるよ。来た。名古屋同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いやこれは決めたかったでしょうね。名古屋決定的なチャンスを収めることができませんでした。ね、ゴールデンウィークはなんかどこも混んでるもんだと思ってたら、ゴールデンウィーク初日のディズニーってもうガラガラだったらしいですね。柏木本日ワンアシストです。なんかめっちゃ意外、みんなもうディズニーなんてザ・人混みの聖地みたいな、そういうイメージあるから、やっぱみんな敬遠したんかな。知らないっす前だ。でそしたら予想外に空いてて、でゴールデンウィーク2日目は逆にめっちゃ混んでたらしいですよ。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですね。まあ、みんな混むと思ったら行かずに、みんな空いてるって聞いたら行くんすよね。なんか人間の差がよう現れてるなって。相手の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴール。昔いや監督見事、あの愛知県で万博やったとやるんですか、愛知九博2005年かな。ここからいい形で試合に入っていけるんですかね。あの時も開幕してすぐはガラガラでしたもんね。面白くなってきました。監督がなんか長久手会場も瀬戸会場もどっちもガラガラで、これ万博大丈夫なのみたいな、使用っていう作戦が非常に見ものですよね。そうですね、まあ、実際ここまで言われてたのになんだかんだで最後の方とかも大盛況でしたもんね。名古屋ここで選手を変えるやばい、交代全員使っちゃった。選手を入れ替えます。うーこれで延長入りたくない。あーやばい、惜しい攻撃でしたけどもね。このまま終わっちゃうかな。いや延長入りたくないってそういうことじゃないんだよ、そういうことじゃないよ。来た、かわす、あーやくそー、そういう、いやこれなんというゴールだ。いやめっちゃフラグを回収しちゃったよ。言葉がありません。そういうフラグマジで回収しなくていいから、いやうぜー。ただいまの得点、中盤で終わってからの攻撃どうご覧になりますか。あー、いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。うわークソめっちゃ悔しい、最悪。戦いの終焉を告げる長い笛。いやまあこういうこともこういうところを勝っていくチームがやっぱ優勝するんだろうな。北澤さん試合を振り返って、いや悔しい。名古屋としては準決勝で敗退となってしまいましたけども、いやこのスタッツ見てよこれ。いや相手のシュート3本でこっち12本打ってて、はいありがとうございます。
いやマジか、そんなに攻めたのに。本日の試合は決定機決めきれねー。お、ということで決勝は神戸対浦和、おもろいな。まあリーグ戦に集中しましょう。今名古屋は実際ルヴァン行けるんかね。結構名古屋と同じ、その同じグループ均衡してますよね。セレッソ、大分、ヴィッセルで名古屋と。もっといろんな人選手の活躍を見たいから。名古屋今一応3位か。得失点差同じだけど、じゃあ勝ち点同じだけど得失点差で3位なんだね。セレッソが1位で2位が神戸で、3位名古屋、4位大分。ただ1位と4位との勝ち点差が3しかないから、もうこれは分からんね。買ってくれ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次節第22節サガン鳥栖戦でお会いしましょう。サガン鳥栖実際だと結構攻撃やばいですけど、ゲーム内ではイバルボいて、トーレスいて、クエンカいて、神崎いて、結構派手な攻撃やってくるチームなんで楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。